観客がエキゾーストを BGM にビールで盛り上がる一方、ドライバーには過酷な時間帯が続く。レーシングスピードで闇夜のニュルわずかな明かりのみで走らなければならない。夜のニュルには針に糸を通すような繊細さが求められる。ラップタイム9分57秒、デッドラップです。漆黒の森は容赦なくマシンを飲み込んでいく。松田秀氏の視界に映ったのはそれまで総合トップを快走していたカーナンバー1マンタイレーシングのポルシェ GT3R。 これでトップ争いは2台のアウディ R8 LMS とポルシェ GT3R ハイブリッドによる三つどもえの争いとなる。マシン、ドライバー、メカニックに休む時間はない。チームワールドカーアワードはマフラーのマウントゴムが破損し交換。早朝の静寂をマシンが切り裂き、エキゾーストが静かな村にこだまする。3度目のスティントを得たピーターから山内へ。低い気温とラバーの乗った路面、そして何よりもフロントガラスの奥に広がる美しいニュルの夜明けに後押しされるように、山内はマシンに鞭を入れる。9分48秒、ラップタイム9.48 ファーストラップ。残りは約8時間、トップ争いを続けていた99番のアウディ R8 LMS がトラブルで大きく遅れを取る。アウディの一角が崩れ、トップはポルシェ GT3R ハイブリッド。続いて2番のアウディ R8 LMS、 3番手には BMW M3 GT2、 4番手にフェラーリ F430 GTC。 ニュルに挑んでいったマシンが次々とふるいにかけられていく。この時点で約4分の1がリタイア。ニュルの名物コーナーの一つ、回転木馬という意味のカルッセル、すり鉢状のバンクで腹をすりながら走るこのコーナーはマシンのボディとサスペンションに
じわじわとダメージを与える。スプリント化したニュルを戦うには速さと、そして何よりも強靭さが要求される。ニュルではおなじみのファルケンカラーの日産 Z33 は20番手を走行。オールアラウンドセーフティーという安全思想を掲げるスバル、ニュルで車を鍛えている。スタートからノートラブルで走り、30位まで順位を上げる。車特に問題ないです。でトラックコンディションもね、